はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。お、ログインボーナスですね。メダルも、メダル結構もらえるんですよね。これは毎日のように入っていきたいとこです。馬風石まで。デイリーガチャ引きます。大隅はるかですね。ピクチを引きます。これでクエスト、一つのクエストが達成されますので、プレゼントもらいます。さて、いよいよ本番です。刀アバシ。前走が、そうですね、天皇賞秋3着。なかなか、勝てなかったりします。キンランドカップに誤って出してしまったのも、でしたよね。大阪杯以降、以来、勝利がない。さてと、で、出すとしたら何を出せばいいのかな。まあ、有馬だよな。有馬を出していきましょう。みないさんが騎乗馬ないですね。みないさんに任せましょう。あと2周。おっと、ありがとうございます。4キロ増えて疲労を回復する。あとはもう回復に専念したいですよね。432キロかな、ベスト体重は。これでももう430キロか。さあ、有馬やってきました。ビールだ。しかし、馬体重の調整文句なしです。出走馬はご覧の通りですね。東海帝王、大豆シャワー、メジロパーマー、レガシーワールド、ベガ、ビアハイヒで、1993年のメンバーです。勝てば700枚。
問題は出遅れ癖ですが、一番人気 2.0 倍、結構低いですね。最近走れてないのに。ウィッシュドリームが結構売れてんのか。53倍も、59倍か、ついてるしな。ビア、5番、6番、1番。ウィーニングチケットあたりもか。このあたりですね。石庭竜王、展開的にはどうだろう。そんなに逃げ馬はいないから、やっぱり前有利だろうな。ではレースいきます。有馬記念、雨の不良馬場です。スタートを決めたいですね、なんとかして。さあ、と全12頭、6枠8番です。スタートを決めたい。いいスタートだ。結構いいスタート、比較的。5番手、メジロパーマーが行った。差のない5番手ですね。ホームスタンドですね。ビアハヤシはその後ろか。まくっていったぞ、カタナアバンシーが。なかなかいいぞ、流れと金は。さあ、抜け出せるか。大外からナイスネイチャー。ナイスネイチャーかよ、なんと。おっと、東海帝王まで。そんなバカな。ナイスネイチャーかよ。なんとびっくり、ナイスネイチャーだですね。ミチュアルは苦手なのか。さあ、放牧ですね。
はい、というわけで有馬記念も3着でした。4コーナーではもう絶好かなと思ったんですが、なんと末脚を伸ばしてきたナイスネイチャー、そして東海帝王、その位続いても3着でした。1994年、巻き返ししたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。